朝の、5時あれですね、1時がもう勉強会です。1ヶ月じゃん、すんごい雨、朝6時です。今日も月に一度の勉強会です。朝のですね、今日はラフテに行きます。お店は今日は今回休みの日、新宿駅で今が9時、これから品川シーサイドに向かいます。楽天セミナー、楽天広報、逆ですけど、すごく今人気ですね。今こういうここのですね、柄がね、結構いろいろ金属とのこのコンビが流行ってるんですよね今ね。うん、すごく意味がある。まあ、ただオリバーピープルズを作ってるところがほぼ同じなんで、すごく似てます雰囲気も全て。